えー、これフライングマシンがです、ね、あの直立ではなくて前方向に傾斜していることに注目してください s f ファンがこれを見るときどういうふうに見るのかというとではです、ね、あの浅草市の言うです、ね、得体の知れない反重力装置の細やかなディティール描写というのをです、ね、画面からちょっと確認してみましょうまたこいつもいつ壊れるか分からないのでせっかく美術部に作ってもらったのですねちょっとこっち側へ帰ってみたまえ 形いいですよね。やっぱりこの、ふわーっと浮いて飛ぶっていうのが、ね、楽しくて。フライングマシーン僕好きなんですよね。えー、まずフライングマシーン飛ぶときです。あの、ラオ博士が操作するんですけども、レバーが下から、下のコマいきますね。レバーを上、まあ、スロットルを上げる感じですね。レバーぐんと上ます。そうすると、中央のメーターのこの部分、赤い部分がビューっと減っていって、緑になっていくと。 で、多分この動きがですね、えー、この重さを減らしてるんだと思うんですね。つまり、まあ多分フライングマシンって重さ1トンぐらいのもんなんでしょう。その重さが中央あたりで0になって、で、こっちの下の方へ行くとマイナスの重さになってるので浮かび上がるというような感じだと思います。 ゲージはですね、ちゃんとマイナスの方まで行ってるんですけども、ここまでやってもフライングマシンは浮かび上がりませんでした。マイナス、なんか多分 700kg ぐらいにしてるはずなんですけども、まあ部品が壊れてるため、いっぱいにしてもですね、ゼロにしかならない。重みがゼロにしかならない。で、めり込んでるから、砂の中にフライングマシンですね、下半分めり込んでるから、重さがゼロになった程度で浮かび上がらないんですね。 で、コナンとランナがですね、よいしょと持ち上げてくれたおかげで、ようやっと重さゼロの状態で浮かび上がることが可能になります。フライングマシンの動きです。えー、隠していたですね、あの、船の穴からフライングマシンがふわふわふわと出てきますですね。えー、これ、フライングマシンがですね、あの、直立ではなくて、 前方向にに傾斜ししてていることに注目してくださ SF1 がこれを見る時どういうふうに見るのかっていうとあこの機械っていうのは前進する仕組みというのを持ってないとつまり、えー、ここにあるのはただ単に反重力装置なだけであってロケットみたいな推進装置でだから前へ加速するんではなくて前へ進む時は傾けるしかないとつまり自分の重さを前へ持っていってあの滑り落ちるようにして。 <laughs> 変な言い方なんですけども、重力傾斜を前へ作って水平方向に滑り落ちるというふうに。まあ、半重力装置の時はよくそういうふうな表現を使うんですけど、あの、こう進むわけですね。トップを狙えてアニメを作った時に、 エクセリオンって宇宙船艦が中心だったんですけども、えー、後半になってきてですね、エルトリウムってですね、宇宙船が出てくるんですね。でエルトリウムのあもうトップ狙いの科学設定っていうのは全部僕がやったので覚えてるんですけども、エルトリウムっていうのはですね、前方へ重力傾斜を作ると。だからロケット噴射の仕組みを持ってないという設定になってました。でそれはまあ元ネタこれなんですよ。前方へ重力傾斜を作って、無限に前滑り落ちることで、まあ、光のあの速度の近くまで加速するという設定だったんですけど、 まこれはですね、そこまで強力なもんじゃないですね。多分時速60キロぐらいまでしか加速できないと思います。フライングマシーンっていうのが浮き上がっているように見えるのは実は上方向へ滑り落ちてる。で、前飛んでるように見えるときは前の方向へ滑り落ちてるわけですね。そういうふうな風うにだと解釈してください。